こんにちは。じゃあ、でも、沖縄に会いたくて、南原とか世代交代行こうかと迷ってたけど、行けなかった。ごめん、最悪。お前、最悪。2回こんにちは。もう、一人で缶開けるようになってる。バカにしすぎ缶やろ。開けれなかったんで開けすれたか？わ、ずっと。なんなら配信中に開けたことなかったわ、今まで。そうなんですえ、か？それ？なんか、今日雪乃さんみたいな T シャツ着てます、私。お前、じ短ゃん、短い。いや、今日短いですね。そう、私も実は短あいんです。らー、あららら 夏です、夏の装いです。ほんまにリハーサルだけでめっちゃ暑かったの。やはばいかも、今日。い、朝日って今ひんやりですもん。な、寒い。やばい、あ、イエ早スイエくス、お腹出てま家出す。なあかん。頑張ってください。だるま、ありがとう。あ、10分で後で家出なあかんわ。頑張ってください。ほんまに。もう今日めっちゃ暑かった、ほんまに外も。もうさんさんと明日晴なれって感じでしたよあ、なあ、ね。ほんまびっにやくりばしい。ました。もう日焼け止めいるわ。いやー、嫌な季節がやってきました。サンドイッチしてきた。どんな珍しい光景やったんですかね。なんばら入りたかったよ。ね、入れない方多なんいみで入たい。ってくれないの？落選らしいんです。そう、多いですね。ありがとうございます。DMM 応援ありがとうございます。いい、遊ぶ。温めます。あ、雪乃が温めるねじゃないですか。ごめん、それな、舞台の上でしかいらんから。あ、そうなんですか。絶対言ったらあかんけど。お味噌じゃないです、雪乃さんです。 あらー、お、来週ななおのに。春待ってます。9めっ月ちゃバ3カに言わ日れんだけど、舐められてるけど。もう高違い2ですますよ、私。高2ですよ。中2で止まってませんか？ねえ、ほんまに。高2です。高2です。同い年ですよ、よし見み。えないですね。おゆきさんです。おゆきさんです。おゆきって最近めっちゃ呼ばれそうるなんよ。ですか。そう、メンバーにも。おゆきさん、そう。なんかすごい、でもゆきのさんの雰囲気とめっちゃ合ってるかもしれない。嘘やん。おゆきですみたいな。ほんまに？おゆきって感じします、言われてみれば。初めて言われた、それは。あ、候補生ないし、ヒヤヒヤするんや。あら、あら、おはる申し込んだよ。ありがとうございます。明日なんとゆきのさんが世代交代に来てくださいます。りささんもやだ、私やってない。出ます。暑さに耐えれない。 絶それ対は暑い、そもう分うかりです。きっもてうる暑かっもん。たです、昨日。やばかったで暑いのす。ほんま嫌や。暑かったです。ほんまセーラー服この辺にしたいぐらい暑かったです。そんな夏バージョンとかにしてくれへんのかな、あれ。半袖してほしいですけなあ、ど、半袖のセーラー見たことないです確かね。にあるんかな。ぜひのはず私でしはた。今日お、も明日も頑張明りで日行くね。す。ありがとうございます。グループワーク。明日オッケも暑ーオッケいんかー。な。明日も暑そう。どうなんですか。なあ、明日も晴れなんでそう。すかね。確かにまだ4月やのに、これやばいでほすんまね。にな、まあ、夏どうしよう、雪の。もう公園出られへんかも。ああ、もう髪の毛下ろされへん、雪の。もうほんまに同じ髪型でも許してくださいね、すみません。確かに髪の毛下ろすとやっぱしんどいですか。しんどい。私めっもちゃしんずっどい。とアップで慣れてるから、そう。解禁になっても下ろしできなやいば気かっ持たち。で、ほんままに。ずはハーフアップとかから慣らさないと。ああ、そうやな。雪乃さん、いきなりハーフツインやってんやんか。そうほんなんまにです知るかか。と思った。マジでやめた方がいい、いきなりおろしは。ですほよんまにえぐいね。で。だんだん後ろの髪の量、まずは一束ぐらいから下ろしああ、ていっそうやな、て。それが賢いわ、ほんまに。そう、夏より冬の方が姉は好きです。明日公園入るイね。エスあイりエがス。とうね。夏は暑いから。え、明日曇りからの雨。わお、最悪よ。
湿気だ、湿気湿気、うわ頭痛くなっちゃう。いやいや、皆さん公園に入るときは湿気を持ちかまないようにお願いしたいです。持ちかまないあ、そっか、一押しガチャやってるんや。カジパヨシミンのシークレット、シークレットありがとうございます。イエーイ。あ、あらあらあら、雪のさんみたいな T シャツ着てます。でも結局これが涼しいんですよね。そうね、動きやすいの一番、はい、一番動きやすいです。乾燥剤持ってきてください。湿気どっちも困るけどね、湿気も乾燥も確かに。公演よろしく、ありがとう。頑張ってね。お仕事ですか皆さん。しっけしっけ。お仕事頑張ってください。梅雨、梅雨、ほんまや、梅雨来ちゃいますね。言ってる間に1ヶ月ちょいで。タコありがとうございます。なんか今日は大人っぽいです。さっき赤ちゃんって言われたばっかり。ハートありがとうございます。大阪観光してる、西民大コール頑張ります。ありがとう、頑張ってください。よろしくお願いします。昨日から10連休、うわめっちゃいいやん。10連休神ですね。こっそりと視聴中、なんか隣の子には内緒やで呼んじゃいましたおーい覚えてるよ日焼け止め塗った、えらいですね。もう焼けた、私もでも焼けた気がします。なんとなく日焼け止め塗ってないですけど毎日さ日焼け止め塗らなとか思うけどさ。え、わかります。家出てから気づくんですよね。そうな、あ、腫れてるあってなっちゃいますえ、ユニバからのキャン待ち、わー、ハードすぎやろ。元気やね。私にはそんな体力もないですよ。今日コーラ見てきた？だるまありがとうございます。そうなんだね。ガクボリコーラみんないいな、動物園行きたい今日のナンバラが頑張って、ありがとうございます。頑張ります、頑張ります。だるまありがとうございます。あって大変でした、大変なことがあって大変でした。なんか鼻赤い。お疲れ様です。皆さんなんか鼻赤い色白いのキープしたいんですよ、夏の間も。高校生やからって思うやんか。だから焼けたくないんですよ。なんか黄色くない、めっちゃこの画面で見るとなんか黄色くない。なんかね、 N になってからほんまに体力が、ゴールデンウィークの予定まだ決めてないですね。決めてない。なんかね、あ、ゆみさん見てきたんや、ベトナムフェス。何ボトルもいいなぁ。でも行きたかった、ベトナムフェス。そもそも B2 の公演がめちゃめちゃ体力使う曲ばっかりやったから、曲も増えたりして。DMM 神手の真ん中、ありがとうございます。だからね。DMM 神手の真ん中、オッケーオッケー。タウで焼けそうやから、アイネは釣り行くときもタウで行くときも絶対焼けたくないから、腕を隠すし、もうこの辺も全部加工し、この辺も全部囲います。絶対焼けたくないので。え、バインミーね。ユミさんちのバインミー食べたい。光の卒業公演。イエスイエス。あの一週間。だるまありがとうございます。もうしんどかった一曲で。え、そうなんですか。うん、あれしんどいですね。しんどかった。あれ七割ぐらい踊ります。みたいな。なんか急きすごいこぼない。めっちゃ好きなんですよ、みんな。あれ大好きです。踊ってたんだ。B2 さん見学した時に、うん、あの曲で私上で泣いてましたもん。え？なんかもうマジ？頑張ってよかったみたいな、もう感動しちゃって、もうなんか一日頑張ってよかったみたいな感じで上で一人で泣いてました。あら、かわいい。もうキラキラが眩しすぎて。もう今日学校頑張ってよかったわみたいな泣いてましたいやそれは嬉しいな。もうラブイーズで泣いてました。もうもう雪でも頑張ってよかったわ嬉しい、可愛いわ。もうね、まあ、そんなん言われちゃうとね、
嬉しいですね。あら、本日何バラエティーですか。1週間久しぶりに見れてよかったね。バラエティーです。楽しかったです。私もわかりますか、この気持ち。皆さんもうラブイーズってもうはぁーってなるんですよ。入らないラブイーズってなるんですよ。なんかあのヒカルさんの卒業コンの時ネックレスついてましたよね。そう、ネックレスあるんですね。あれなんかもともとあれ衣装やってんけど。そうなんですね。 B2 の時は緊急生やからっていうのでなかったんけど最初は、うん、なんかでも奇跡だってくらいもなかったけど神飾りだけでしたよね。あ、もともとあるやつなんですね。あれそう、知らなかったです。卒業公演の時に初めて知った。はい、しかもなネックレスイニシャル入ってんの。え、まあ、人によって違うんだけど。 Y ってことですか。そう、駅の Y って入ってた。と思ってめっちゃ可愛かった。すごい、ワイなんですね。そう、めっちゃいいですね。それ嬉しかった。嬉しいですね、ワイ。なんかハートとかだけのメンバーもいるんですけど、うん、あ、もうその人に会ったやつですね。そう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 、知らなかったです。私も B2、 サツキチーム B2 の衣装は全部あれやな、アクセサリーはなかったから髪飾りだけやってるの。ああ、そうなんですね。そう、よいしょ、ありがとうございますヨシビンの、え、確かに名字がニックネームやったら Y にされるのかな。ニックネームのかな、 A なのかな、どっちなんやろ。ごめん、からかんでした。よしみ、あ、A ですか、うん。よし、やった。 T じゃなかったもん。あ、でもよしみんでも A にしてくれるんですかね。よしみん。でも Y かな、分からへん。おもろいですよね。どうなるの。どっちなんですかね。ネックレスつけたことないです私。なんかあの飾りつけれるやつでもネックレスはないですね。でもな、最近の衣装は。なんていうの、フックみたいな乗ってるやつあるやん、ネックレスって、はい、じゃなくて磁石でひっつくね。え、もう、ってやったら終わりなの。そう、そったくめっちゃ楽やで。すごい、どうやってつけんねやろうって今思ってました。ちょうどかかってるとこあるやん、はい、ピッて取ったらもう外れるし、パンって自分で作れる、つけれるし。すごい、ほんまにすごいの最近。いつも苦戦するカチャってやつかと思ってました。違うねん最近。すごいよね。すごい、衣装さんの力。ほんまに。え、ちかしげさんは、え、こっちから来た。さっきあっち行きましたよね。なんかすごい歩くなすごい、一周してきたってことすごいな。うん、まあ、いつももうね、ちかしげさんってさ公演メンバーよりも動いてる可能性ある。確かに、この公演までの間って常になんか、まあ、歩いてるな。ランニングしてるんかと思うぐらい。そう、早着替えようなってんの。すごい、ね、すごい。なんかコンサートとかさ、なんかどの衣装がどの順番で来るか分からへんやん。はい、だから、ね、全部磁石になってるの。すごい、すごいよね。めっちゃ早着替え緊張するか、またぎとかした時は5分ぐらいシミュレーションしてました。頭でシミュレーションするね。こうしてこうしてこうして靴下脱いでみたいな、ぶつくさ言いながらシミュレーションしてます。マジで大事やと思う。ほんまに心配やもんな、までにって。はい、心配です。自分だけ着替え遅かった、恥ずかしいと思って。なあ、はい、しかもなんか、なんかあの B2 さんとか幕開く直前っていうか、もうオーバーチャー始まる前ぐらいからこうやってキープしてるんですけど、私もレディーの伸ばし棒ぐらいまでギャーギャー一人だけ言ってて、行きのも行きのも行きのも、ユーハですか、ユーハ。もうオーバーチャー始まる前にこうお話してて、なんかびっくりしました。はい、びっくりしました。始まります。そうやね、そうやね、そうやね。雪乃もびっくりした。それ私だけずっとギャーギャー言ってました。雪乃も雪乃、なんかだって雪乃が騒いでたら早、はい、準備しやって言われたほんまに、そんな早いと思って、ゆうなさんとか言ってそうです。そうそうそう、絵の中で騒ぎまくりですよ。そうよかった、騒いでます。ちょっとランキング読みま
あら、本日ナンバーラエティ17時からです。ありがとうございます。明日は18時、お気をつけください。だるまありがとうございます。11アッシュさん、ありがとうございます。健康のために歩いてるのかな。全然健康やと思うけど。9位ジュエルさん、ありがとうございます。ハートありがとうございます。8位出た、だるまありがとうございます。優勝。7位ケイタンさん、邪魔したな、アタクルデイ、ありがとう。ありがとうございます。5位奈良のアサポンさん、そうアサポンさん、ビズさんね、もうおばあちゃん始まる前のなんですよ。で私だけあーユーデリードゥエーンぐらいまで一人でこううろちょろうろちょろ走り回ったりギャー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 言ってるんですけど、ちゃんと幕開く、自分のところに幕が開く直前にはこうやってしてます。相手からもまだ動いてるけど、相手自分の姉がここにおったとしたらこうやって開くじゃないですか。からジュイースみたいな、伝わりますか。自分の開く直前に出します、いつも。なのでほんまや、みきさんが鬼おこ誘われる、ほんまや。また明日も余裕があればしますね。ほんまや、またありがとうございます。またね、ありがとうございました。あら、3日連続よしみちゃんで失敗、あら悲しい。また次の機会でお待ちしてます。よし。あ、電車の中で寝てたやで。あら、おはよう。今日17時か、急いで行かな。そうなんですよ、17時なの。え、めっちゃ可愛いコール、やばい、どうする、ゆきのさんですか。これさ、ショールーム行ったらどうなのかな。私なんか一瞬間違えて入っちゃって、入らないようにしようと思ってたのに間違えて入っちゃって、2度目の訪問みたいな出ちゃって2度目あーと思って出ちゃいました。1回入ってたんや、なんか知らぬ間に入ってたみたいね。なんか1人だけ入っちゃったらあれかなみたいな、入るなら全員の方がいいのかなとか思って、入らないようにしてたはずなのに。そうなんかな。え、どうなんやろ、ちょっとやばいと思って緊張するから。でも若ぽんさんコメントしたって書いてましたね。あ、え、そうなの。え、見たかも。見ました。なんか名前書いたけど誰にも気づいてもらえなかったみたいな。終わる直前で。あら、ゆちみ3日連続入るわよ、ありがとう。賛成します、ありがとう。あ、あら、あ、手を歩きますね。ねえ、どこでもドア欲しいよね。あれもよく思う、コメコメの電車乗らないくていけるもんね。ナンバラの見どころは何やろうな、面白い明るい曲が多くてメンバー同士の絡みが多いところかな。あと今日あれやな、青春念仏の2サビね、全員9期なんですよ、5人。昨日この前出た時思った。あ、 GSTK おもろかったで、ありがとうございます。見てください、 GSTK。 おお、そうなの、5人なの、びっくりした、びっくりした、本番になってえ、みんなおるやんみたいな、びっくりしました。よちごり。あ、でも終わりますね、来てくださってありがとうございました。そう、9期ドロエモいんですよ、5人とも9期です。そこが見どころ、2サビ青春念仏の。では13位、ひとよさんありがとうございます、パチ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 。12位まちさんありがとうございます。11位のりてつさんありがとうございます。10位ちゃみさんありがとうございます。9位さくちゃんまんさんありがとうございます。8位さとしさんありがとうございます。7位よしくんありがとうございます。6位あさがさんありがとうございます。5位しんのすけさんありがとうございます。4位よんさんありがとうございます。そして3位はドゥルルルルルン、しやすさんでした、ありがとうございます。パチ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 、
ありがとうございます。そして2位はドゥルルルルルルン、マキシさんでした。ありがとうございます。パチ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 。そしてこの配信の1位はドゥルル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 ン、ニョンさんでした。ありがとうございます。パチ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 。ありがとうございました。皆さん来てくださってありがとうございました。今日は17時からナンバラエティ公演、ぜひ見てください。今日も頑張ります。ほな劇場でありがとう。 DMM でもぜひ見てください。ユシミンコール待ってます。 DMM もありがとうございます。頑張ってね。ありがとうございます。次の配信も来てくれるかな。